皮膚への着色を防ぐために水をはじくクリームをつけてください。また髪の絡まりを防ぐために必ず髪を溶かしてください。使用する直前に混合液を作ります。1液を2液に混ぜます。平キャップを閉め、ゆっくりボトルを傾けて逆さにし、ゆっくり戻します。5回ほど繰り返します。泡で出にくくなるので強く振らないでね。ボトルの平キャップを外し、フォーマーキャップをつけて回らなくなるまでしっかり締めます。手袋をし、容器を立てた状態でボトル中央部をゆっくり押し、手に泡を出します。泡で出にくくなるので容器を傾けすぎないでね。ボトル内で泡立っていたり液状で出てきた場合は、容器を立てた状態でボトルを押し、少量ずつ出して捨ててください。3から4回繰り返すと泡の状態に戻ります。使用量の目安を守ってお使いください。まず分け目や頭頂部から泡をつけていきます。手に出した泡を髪につけなじませます。容器から直接髪に泡を出さないでね。後頭部は左右にざっくり分けて泡をつけなじませます。毛先までたっぷりつけます。髪の長い方は根元から毛先に指を通しながら上に上げてまとめます。根元まで行き渡るよう指を立て優しく揉み込みます。よくなじませるほどムラなくきれいに仕上がります。髪が絡まないように注意してね。分け目、生え際、襟足などは泡が少なくなりがちなので、泡を付け足してなじませてください。細かいところは指先を使うとムラなくつけられます。付け足した後もう一度優しく揉み込んでください。髪が絡まっていませんか？髪の毛以外に泡がついていませんか？髪全体が泡で包まれた状態で放置します。放置中に垂れそうな時は再度揉み込んでください。放置時間が過ぎたら、よく洗い流した後シャンプー、コンディショナー等をします。潤い補修美容液付き。指通り滑らか、しっとりツヤツヤの仕上がり。